皆さんこんにちは。今日はですね、1年前に新井桐子さんの個展で購入した原画を世界堂さんで額装してきました。まずはこちらをご覧ください。プンチャンネル新宿にある世界堂さんにやってきました。世界堂さんに来るのは初めてなんですけど、期待を裏切らないラインナップで感動すらしました。額だけでもこんなにたくさんの種類があって、多分初めて来る人はすごく迷ってしまうと思うんですけど、店員さんに相談すると絵に合わせた額を的確に選んでくれます。プンチャンネル、はい、ということで世界堂さん行ってきました。ね、ずっと原画を購入したままの状態で飾ってたんですけど、やっぱりね、額に入れて飾りたいっていうことで、ちょっと1年越しに額装してきました。ちなみに原画を額装した額が全部含めて11,164円でした。原画が分厚いので、もうちょっと薄いのだともうちょっとね、あのバリエーションも選べて安く抑えられるかなと思います。ちょっとね、今回は暑かったので、この11,164円が最低ラインっていう感じになってました。はい、ということで額装していただいたものを受け取りに行ってきました。で、額装には約1週間ぐらいかかったんですけど、こんな感じになってる。結構ね、これくらいの原画だったんだけど、おっきい。はい、こんな感じです。額装してもらいました。反射しちゃうね。丸い絵なんだけど横長の額に入れました。正方形の額装だとまたね、別注というか特注品なので、もう少しお値段が張っちゃうんですけど、これはね、こういう額で売ってるものなので、白と黒とベージュっぽいやつかなが選べるんですけど、私は白い額にしました。これだけでもめっちゃ変わるよね。やっぱりしっかりね、額に入れてもらうとまた特別感が出ていいですよね。結構ね、余白があるのも気に入ってます。後ろはこんな感じで壁にかけれるようになってます。めっちゃ良くなりました。本当に額装して良かった。はい、ということで今回はね、額装した新井桐子さんの原画をお見せしたんですけど、まだ新井桐子さんの狼くんの祖父母を購入してまだ紹介してないものがあったので、そちらを紹介したいと思います。2つあって、まず1つ目こちら、京都の大丸百貨店で購入した狼くんです。結構ね、重厚感があってかっこいい感じの狼くんです。目とリュックが金色でかっこいい感じですね。これがまず1つと、次こちらミルクティー。はい、開けてみました。かわいいね、色めっちゃかわいい。しかもね、めっちゃマットで、私オオカミくん6体今までお迎えしたんですけど、これがね一番マットっていうかね、マットが初めてかな。これがめちゃくちゃかわいい色です。ミルクティーカラーをお迎えしました。でですね、10月の18日から新井桐子さんは渋谷で個展をされるので、それもめっちゃ楽しみです。原画はね、多分買えないと思うんですけど、新しい祖父母も出るみたいなので、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで今日は新井桐子さんの原画を額装しに世界堂さんに行ってきました。今日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。